2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は、2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ、最初の飛行隊となる、臨時 F-35B 飛行隊、仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで、今回は、配備に、ベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の監視四角に魔改造、伊豆、モノ第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。防衛省は、2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は、将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊、仮称は、その任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と、複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないフレムシップ機の99機を後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。その導入される F-35B は航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される初のストブル戦闘機であり、また必要に応じて海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルへの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省において岸元防衛大臣と面会し、F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから、臨時 F-35B 飛行隊、仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊が、その所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である、鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には、機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えて、リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンを駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は、新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、
緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊はこれまで艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、出雲片護衛艦で F-35B を運用するためにはこれから海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、出雲片護衛艦の2番艦である加賀は、2021年度に1番艦出雲に先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも大きな役割を果たすと期待されている。出雲は、2021年10月に F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、出雲型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も、南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は、有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは、中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では、着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は、有事の際、基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため、2021年度からは、航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言で花井ニュータバル基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは、馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は、出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も、低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である、離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地、通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、
地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として航空基地攻撃能力は南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて策を打っておかないといけません。やがて、海自の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと思慮する。防衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本が、アジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲等のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で撃ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を撃ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに、日本以外でも、アメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では、昨年2022年末に、海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に、2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は、
第一段階の昇降系であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの2つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になるとみており、その特性を生かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁ではレールガンにおける弾丸の初速を秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは例えば現在の火砲の代表例である戦車砲の 120mm 砲弾がおよそ秒速 1750m ほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストはこれまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が秒速 2300m 弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸をいかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。個人的には、いかに、レールガンの弾丸が高初速とはいえ、飛来する敵のミサイルを迎撃するためには、弾丸自体は未誘導であると思われるため、敵ミサイルの軌道を、いかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は、今後、ますます高速化が予期される、極、超音速兵器をいかに捕捉するのか等し、レーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に、敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高初速を生かした昇降系ながら、比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題、個人的には若干の違和感を感じていた。しかし、これは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに習ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能に、電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点は、これまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は、電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば、戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、
ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が、物理的に長い方が砲弾をより加速させ、長射程高威力を実現させる。これが、レールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため、非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても、極超音速に到達する速度で、弾丸を発射可能でかつ、電力の調整で、その性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなれば、ガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と、電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が、出だしから、高い出力を発揮できることを想起させる。また、通電させる電気の量を調整することで、弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは、口径 40mm、全長約6メートル、重量約6トンの砲自体から、全長約 160mm、重量約 320g の弾丸を、総エネルギー 5MJ で、8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。40mm という口径は、現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が、主として76mm や 155mm であることに比すれば、まさに、艦砲というより、機関砲に近い小口径であり、効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものが、どの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日は、当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して、物議を醸し出したこともありました。東日本大震災の翌年で、日本国内が、まだまだ不安な状況下での、火事場泥棒をじみた行動に、批判も噴出した記憶があります。さて、そんな竹島に急展開が起きたようです。当事国以外のイギリスとオーストラリアが竹島を日本領土だと認識しているというのです。今回は竹島の領有権関連についてスポットを当ててみていきたいと思います。現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾の主に3つでしょう。特に、北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に教え込まれるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。まあ、わざと、交渉のテーブルから、外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。尖閣諸島に対する中国の圧力は、非常に大きいので、嫌でも、最大の係争地域として、重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように、
中国海峡局艦船と小競り合いが続いていますが、中国の実効支配を何とか防いでいる状況と考えられます。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではありません。台湾も自国領と主張し始めているのですが、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国なのです。中国は台湾統一を果たすために、尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば有利になりますから、日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止する必要が出てきました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように交渉で返還を図ることは事実上困難でしょう。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島に関して武力によって奪還することはできないでしょう。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なのですが、非常に残念なことに、日本の政治家にそういう高スペックを持っている人物はいないようです。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという無視の政治家は、皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ません。中国がその気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至って簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による、物理的な防衛を強化していく、方法しかないと思われます。また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に、軍事力を行使すると、明言はしていますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているそうです。仮に、中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず、台湾が、自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカは、あえて中国と対峙する事態は、得策とは言えないと、判断しているということでしょう。つまり、アメリカ自身が、中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でも、アメリカ軍の軍事介入は、慎重に行うべきという世論が、アメリカ中には一定数存在しているということです。そして、これは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは、覚えておくべきことだと思います。こんな状況下、竹島の領有権問題について、前述の通り、急展開が起こりました。日本側の主張を裏付ける、イギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたというのです。場所は、東京都千代田区霞が関にある、領土、主権展示館でした。2021年9月28日から、領土、主権展示館では、太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として新しい公文書が公開されていました。歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年8月、敗戦国になった日本はアメリカを中心とする連合国軍最高司令官総司令部、GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で、日本漁船の操業を認めましたが、韓国名で、徳島と呼ばれる竹島が、日本側の枠外になっていたことは事実です。ただし、あくまでも、
GHQ サイドの便宜的なもので、1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物領島を含む朝鮮と書かれていたのも、紛れもない事実です。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要請したそうですが、翌月に、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、韓国の要請を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領であった李承晩、李承晩は、不服として、1952年1月、いわゆる李承晩ラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、強引に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いている、李承晩ラインの宣言に、翌2月、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した、連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、今回、領土、主権展示館で展示された、1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を、日本の領土とするアメリカ国案に、イギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことが、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国プサンに駐在していた、同国外交官に送った電報も展示していましたが、その文書には、従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうです。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、最終島、巨群島、物領島に、徳島を加えるように要請したものだったのです。その破棄対象に、徳島を加えることを了承させるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要請しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。この領土、主権展示館で掲示された日本の主張を強化する、新しいイギリスやオーストラリアの公文書に対して、韓国側は、どう出るか見物ですが、多分、今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示等によって、韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもありません。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年、平成19年、に収益させた強襲揚陸艦に、徳島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も、日本への対地攻撃を意識した潜水艦、島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。日本は、自国領土でも、一度実効支配されてしまえば、北方領土のように、手も足も出なくなってしまうので、こうした前例を無駄にすることなく、尖閣諸島が、同じ状況に陥らないように、政治的行動を期待したいものです。